では今日は下北沢のディスコエリアに行ってみたいと思います。こんにちは。今日、はい、お買い物企画第2弾目のゲスト来ていただきました。はい、ゆかり&ザ・バレンタインのゆかりバレンタインです。お願いします。今日楽しみですか？めちゃくちゃ楽しみです。なんか買うものとかも決めてますか？ほとんど決めてません。本日1万円、はい、お渡しいたします。1万円それでお買い物をしていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お父さんのそのお部屋にパンクの写真集がいっぱいあって、めちゃくちゃかっこいいなとか、好きなそのアーティストがクラッシュだったりダムドだったりアディクツだったりでかっこいい。家ではずっと映画が流れてて、車で音楽が流れてみたいな。ルーツは違えど違くはないというか、アイラブミュージックということで、フリーランスという言葉がこんなに浸透していない頃に、私はフリーランスを20歳そこそこで始めちゃって、誰に頼ればいいかとか全くわからない時とかに、いろいろこう取り扱ってもらったり、初めて出したフルアルバムで特典どうします、7インチつけますって言われた時に死ぬって思いました。そもそも下北沢のディスクに昔すごい近くに住んでたんで、めちゃくちゃ来てて、面白い本いっぱい実はあるんで、ちょっと見たいです。おっとっと。これ欲しい。めちゃくちゃ欲しい。安い。頭で全部組み立てて、だからまあ絵描くみたいな感じですね。ドラム描いて、羽メロディーズはめて。じゃ基本的には、パソコン。を使ってやって、はい、あ、まあ一番最初はお風呂入ってる時が多いです。もう歌ってで自分が踊ってたら、あ、これは曲にしようみたいなとか。すごい、見てかわいい、めっちゃかっこいい。ジャケットって結構しますか？しますね、します。これ絶対欲しい、うん、けどもうね、これ2つ買うと1万円超えちゃうんですよね。もうこの T シャツ8枚は持ってます。一つ好きになるともうそればっかり集めたくなるみたいな。だし、なんか同じ音でもリマスター版だったり昔の音源だったり聞こえ方も違うし、音像とか立体感も違うし、レコードで聞くのもパソコンから流して聞くのも違うし、とにかくジャケがかっこいい。めちゃくちゃストロッピングリスル大好きなんですけど、もっと着たいなっていう理由でちょっと置いとかせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、では次行きます。アートスクール、はい、ないです。アートスクールさん参加させてもらってます。クルさん、ここにも今ないですけど、上海カニ食べたい、あなたと食べたいの私です。この間出てますね、はい、フジロック夢が一つまた増えちゃいました。
ホワイトステージの景色最高でした。コーラスやってくださいってなるきっかけみたいなのあったんですか？いや、ね、1日目にオフ稼働お仕事があって、で、フジロック行きます。で、誰が出るんだろうって調べたらくるりって書いてたから、すぐ連絡して、歌いたいです、行きますって言ったら OK ですあのキングクルールはちょっと最高ですって感じです。はい、フジロックもキングクルール最高でした。めちゃくちゃかっこよかった。タッペイ君って言うんですけど、タッペイ君あんまり音楽聴かないんだって初めに言われて、でもタトゥーアーティストで毎日お客さんにとこうタトゥーをって、え、無音なのみたいな会話から、さすがに無音ではなくて、なんかそれらしきプレイリストをこうなんかかけてるよみたいなことを言っていて、勝手にタッペイ君のイメージでタトゥーって痛いじゃないですか、痛い中でタッペイ君の声に合ってこれがかかってたらまだ我慢できるかもと思って紹介したのがキングクルールとフォーティシヘッドで、それめちゃくちゃハマっちゃったみたいで、なんか今年2人でキングクルール見れて、今もうまさにキングクルールって感じかもしれない。ゆかりさん最近、シルバーツいはい、それはなんか作り出すきっかけみたいなあの10年ぐらい作っていて、やっと人にこうあげても大丈夫なクオリティまでこうたどり着けれたので、音楽作る時とアクセサリー作る時って、気分って違いますか？あ、全然違います。音楽作る時はどうしてもずっと音で、結構一回作り出すと止まらないから、その休憩で無音でなんか作るのが好きなので、ちょっとずっと作ってます。サントラめっちゃ聴きますね。お気に入りのサウンドトラックはもうずっとバージンスーサイズなんですけど、映画とか見てて結構新しいアーティストに出会うことが多いです。最近見た映画とか、なんかそういう映像とかでおすすめなものとか紹介したいのがあります。シンプソンズのアルバムとかがあって可愛いし結構おすすめです。ゲームとかないんですかね？ある、言ってるそばからこれ欲しいやつこれ私初めて銀杏ボーイズで参加させていただきました。あのトリビュートなんですけど、麻生久美子さんが歌ってらっしゃいます夢で会えたらのトラックを作らせていただきました。で、歌も歌っていたりして、これが初めて銀杏ボーイズさん参加させていただいた作品です。はい、え、終わりですか？はい、はい、え、どうしよう、待って、これとこれと3800円足す6200円は、はい、じゃあこれください。何を選んだか教えてください。はい、はい、ずっと欲しすぎて買えていなかったギルムのレコードです。常に探していた本がまさかのこうディスクユニオンで出会えてしまったので買います。3点を買わせていただきます。イエーイ。できなかった。これください。ありがとうございます。
です。すごい。全部言うと、はい。ありがとうございました。イエーイ。今日のお買い物企画いかがでしたでしょうか。めちゃくちゃ楽しかったです。ずっと出会えなかったものに出会えた。これがやっぱりコード屋さんの楽しいところなのではないかなと思います。私にとってディスクユニオンとはどういう場所ですか。私にとってディスクユニオンとは最高の遊び場所であり頼れるレコード屋さんです。またぜひよろしくお願いいたします。誠にもよろしく申し上げ立てまつります。ありがとうございました。